国内外の忍者研究家などが所属する国際忍者学会の大会が真田氏ゆかりの東吾妻町と中之条町で開かれています。国際忍者学会の大会は忍者の資料などが残る地域を訪れ研究を進めようと年に1回開かれているものです。群馬県での開催は初めてで、全国からおよそ200人の会員らが集まりました。大会では中島敦美会長が地域の人と交流し、その地域の宝物を持って帰りましょうと挨拶しました。山本知事も出席し、真田氏を情報収集で支えた忍者は国内外の人気コンテンツとして大きな可能性があると期待を寄せました。そしてこの大会のために結成されたおもてなし忍者隊、真田忍軍吾妻七騎の登場です。修行に適した山あいにあるこの地域は、戦国武将の真田氏に仕えた忍者の痕跡が多く残され、中之条町には真田氏を支えた忍者として有名な唐沢玄馬や割田重勝の墓があります。演舞では割田、伊予など吾妻七騎に名を連ねる地域ゆかりの忍者の子孫らが登場し、代々伝わる忍術を紹介する場面もありました。そして忍者が用いたとされる厄を払い気を高めるくじ切りが披露されると、会場は盛り上がりを見せていました。大会2日目の明日は参加者が史跡を巡りながら忍者への理解を深めます。